ウェスタン・ウォンタリオ大学、1883年に文学及び医学の学理を第一期生へ授与して以降、共同大学は1164人の教授人と2万9000人に、上る学部及び大学院生の学び者である。研究活動は、同大学の存在意義の根幹であり、学外からの研究プロジェクトへの資金提供額は、年間1億9000万ドルに上る。 大学メインキャンパスの12の学部と3つの定型校を通し60種以上の学位を引下げしている。カナダの週刊ニュース雑誌、マクリーンズ氏による医学部及び広範な博士課程、研究プログラムを持つ大学のランキングにおいては、例年上位に位置する。ウェスタン・オンタリオ大学は一般にはウェスタン、あるいは、王と呼ばれることが多い。ちなみに、同大学は、地理的には、 オンタリオ州西部ではなく、実は南東部に位置するが、トロント、オタワなどのオンタリオ州の政治、経済の中心地域から見て、相対的に西方にあるためこう呼ばれる。大学は、テムズ川北川の1.6平方キロメートルの敷地に広がり、メインキャンパスは75の建物からなる。図書館システムは7つの、主な図書館と700万を超える書籍、マイクロフィルム、 および電子フォーマットの書籍を所有し、カナダ国内最大規模の研究向け図書館システムを構成する。主な図書館は以下の通り。学内の運動施設は TD ウォーターハウススタジアム、スケートリンクや屋内競技場、カーリング場やテニス場がある、トンプソンレクリエーションアスレチックセンター、多目的行動であるアラムナイホール等がある。また、 カナダで最古の大学美術館、マッキントッシュ美術館などの芸術、演劇施設もある。大学は1878年主教、アイザック・ヘルマスト・ヒューロン、英国国境会教会区により、ザウエスタン・ユニバーシティ・オブ・ロンドン・オンタリオとして設立された後、1863年創立されたヒューロン・カレッジを統合し、現在の姿となっている。 創立当初の四学部は文学、神学、法学、医学部で最初の講義が開始された1881年で当時は学生数わずか15人であった。1916年にはキングスミル一族が現在の大学の敷地を購入し、1923年に大学名を今の形に変更した。学当初に建てられたアーツビルディング、 現在のユニバーシティカレッジとナチュラルサイエンスビルディング、現在のフィジックアストロノミービルディングはネオゴシック様式のデザインである。これらの建物は歴史が深く大学の最も象徴的である建物ユニバーシティカレッジは第一次世界大戦へ出生した40人のミドルセックス軍出身の男子学生を称えミドルセックスマモリエルトーワーと名付けられた。また、 現在のフィジックアストロノミービルディングは、鬱っと生い茂るツタに覆われ窓も開けられない状況であるが、これは対戦中に研究機密が外部から盗み見られないための量である。創立当初こそ学生数は少なかったが、第二次世界大戦後大学は規模を拡大し、1970年代には、オンタリオ州の大学生の10%がこの大学に在籍していた。また、 以後大学は1949年に経営管理学部、現在のリチャード・アイビー経営管理学部、1957年に工学部、1959年に法学部、そして1963年に教育学部を設立した。その他の特筆すべき施設には、テムズ・ホール、1950年、スティーブンソン・ローソン・ビルディング、1959年、 ミドルセックスカレッジ、時計台のある、もう一つの大学の特徴的建物、1960年、タルボットカレッジ、1966年、アラムナイホール、1967年、ロンドン健康科学センター、大学病院、ジョン・ロバーツ研究所、ローソン健康研究所、DB ・ウェルドント書館、ジョン・ラバット資格芸術センター、UCC、学生会館、 社会科学センター、そして TD ウォーターハウススタジアム2001年などがある。また、同校は1940年にカナダで初の大学天文台となるクローニ人ー記念天文台を1942年にはカナダで最古の大学美術館、マッキントッシュ美術館等を設立した。さらに、これらの建築物は大学の各建物は時代の背景を投影しており、 オイルショック前後に建築された建物は、ベビーブルマー人口の増加に対応するため、容積ばかりが大きく、さらに不景気の影響でデザインは、その時期前、以後の芸術的な建物とは、対照的にコンクリート製の箱のようで、D.B. ウェルドン図書館などは、ブロック図書館と、学生新聞ではしばしば揶揄さる。学生数は、現在に至るまで、増加の一方であったが、 2006年度より10年間に、渡り学部課程の受け入れ人数を4500人に固定し、一方で、大学院生、特に留学生の比率を大幅に拡大させる計画がある。大学によると、同大学は、他のカナダの主要大学と比べ国際的な知名度、及びそれと直結した留学生間の人気が低いことが、目下の課題であり、留学生数の増加がその問題に対する、 最も直接的な対処法であるとのことである。スクールカラーは白と紫で、学校のモットーはベリタスエユキラタスである。大学の総長はアーサー・ラバット、学長はポール・ダベンポートである。大学は60以上の学部及びプログラムを提供している。以下は学部の一覧。また、大学には以下の3つの定型校がある。 この他に障害学習施設がロンドン市内のギャレーやモールに設置されている。また英語研修課程、エッスルは定型校キングスカレッジに設置されているが、メインキャンパスでは提供されていないこともあり日本人、留学生は各学部に数名程度である。およそ2万5千人の学部生と5千人の大学院生が在籍する。キングスカレッジは約3100名。 ヒューロン及びブレッシャーユニバーシティカレッジは、それぞれ、約1000人、500人在籍する。学生寮の名前は大抵川などの大学近隣の自然地形や軍師の名前に由来する。また、定型校はそれぞれ自らの寮を保有している。大学には175以上の教育、宗教、文化、その他の分野のサークルがある。また、カナダで、 唯一の日刊学生新聞ガ Z ットは1904年に創刊されて以来現在に至るまで学生の情報源である。ウェスタンは伝統的に東に1時間の距離にあるウォータールー大学、ハミルトン市にあるマクマスター大学、キングストン市にあるクイーンズ大学などとライバル関係にある。ウェスタンは伝統的にパーティー大学として知られていた時期があり、今も 周辺社会においてはそうした印象が根強い。また、医学、私学、経営管理学など、比較的学費が高い分野の評価が高いと維実や、総長、アーサー・ラバットを含め、カナダの大手ビール製造会社ラバットの創業者一族と大学の縁が深いことも合わせて、以前は、王を、ユニバーシティ・オブ・ウェルシー・アンテリアンズと呼ぶ向きもあった 近年はその様子が随分変わってきたというのが学校関係者の一般的な印象である。健康科学部はかつて体育学部として発展したものを改組したものであるため、現在もスポーツ活動が盛んである。マクリーンズ氏による大学ランキングが示すように入学生の高校での平均成績はカナダ国内第4位に位置することからも勉強熱心な学生が近年は大半であると去る。 また、学生のより学業を重視した生活スタイルへの変化の煽りを受け2004年には学内にあるバー、スポークも改築により大幅に縮小した。しかしながら、パーティー大学としての古き良き姿を知る、卒業生や大学院生、教授陣からはむしろ同校の旧来の姿を懐かしむ、声も聞かれる。運営資金調達活動、キャンペーンウエスタンが2000年に指導し、 強力な愛好心を持つ OBOG に支えられ3億2000万カナダドル以上の個人寄付が寄せられた。総額は5億4000万カナダドルを超え、これはカナダの大学としては最も規模の大きな資金、調達活動の一つである。学部家庭においては部分的相対評価を実施している。これは成績評価80%以上を与えられる学生の比率が 各学部により厳密に指定されており、仮にその比率を超えた場合クラス全員の成績が過方正されることを意味する。成績に定員がある。この制度を踏まえ、学生に助け合いより競争を進める教授が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。